マッサージのみでうつは治りますかうつ病なのですが2年以上治らず母に山梨のマッサージに行かないと縁を切ると言われていますと筑波大の先生に勧められて母は通っており、えー、5年うつにかかっている人も治っていると言われましたと患者がタンクトップになって施術するそうで怪しくて断ってますが理解してもらえませんと元うつの患者さんがマッサージをしているってことなのかねなるほどね とですね、うつ病っていうのは、まあ、薬が効く人が薬がなくても治る人が3分の1薬があって治る人が3分の1薬があってもなかなか治らない人が3分の1というふうに言われているんですねだから、まあ、マッサージを受けて良くなるってことはあんまり聞いたことがないというか科学的なデータは出てないですけれども、まあ、あの薬がなくてもうつは治ったりするので。 そういう意味では治るしマッサージのみで治る人もゼロではないってことですねまあお母さんはねそういうふうに思ってるんでしょうけどねまあいろいろうさんくさいまあうさ,さいからね <laughs> うさんくさそうな気がしますけどまあすごく高バカ高いんだったらねあれですけどもまあバカ高くないんだったらねまあよかったりするのかもしれないしね 難しいよね、うん、だから医療ってどういうことなのかっていうのは医学ってどういうことなのかとかってやっぱりこう難しいよね本当にこう理解していくっていうのは難しいことなんだなっていうふうに僕も YouTube やりながらよく思いますね。 やっぱり僕らは恵まれてるなと思いますねいろんなこと知ってるというか知れているというかそういうのありますよね医学って別に精神科医だからっていって精神医学だけじゃなくてやっぱりあの生物とかいろんなことを勉強させてもらえてるし、ね、患者さんからもちろんいろんなことを教わるし、ね、哲学とか歴史とかまで、ね、勉強させてもらえてるわけだからまあ。<laughs> ありがたいいなと思いますけどね,うんなんかねだからそういういろんな知識が背景にあるからスッと理解できることもあるんだけれどもそうじゃなかったりすると知識と知識が連携しなかったりすると陰謀論とかねなんかそういうのを信じやすくなっちゃったりもするだろうしなんか最近そういうことは時々よく考えますねやはりチャット GPT が出てきて人間の知性っていうもの自分より賢い存在が身近に出てきているわけで。 あのまあチャット GPT よりね増田の方がいいよって今は言ってくれてますけど皆さんねこれが5年後10年後どうか分かん,分かんないですよもうだからあの増田の YouTube よりもダイレクトに自分の聞きたいこととか知りたいことをチャット GPT が教えてくれるような時代が来ますねそういう中で僕がやれることって何なんだろうとか そういういいのはよく思いますねかといってじゃあ誰にでも分かるような言葉を使っていくってことをしてしまうとその本当のことっていうのは伝えられなくなったりもするしね耳障りのいいことばかり言ってもね仕方がないこともあるしねうんまあそういうものですね考えるって知識がある前提の話なんだなゆうさんまあそうだね 知識ががあるのそもそも考えてるってな考えるって何だって言ったらただただ知識があるってことの変化系なだけかもしれないしね。うん <music>